グローバルボーイズグループ、イニの高塚博夢、コーは正式には、はしご高は、2日放送のラジオ番組、スクールオブロック、東京 FM、毎週月曜から木曜夜10時に出演。イニのオーディションを乗り切った気持ちの持ち方や、不安かけを明かした。高塚博夢、本番を乗り切るには、自分に自信を持つこと、自身が MC を担当する同番組内の週替わりコーナー、イニロックスに出演し、受験生リスナーと電話をつないだ高塚。リスナーから本番を乗り切る方法を質問されると、勉強じゃなくてオーディションの時の話になっちゃうんだけど、そういう時こそ本番で自分の 100% を出し切るためには自分に自信を持つことって大事だと思うのね、と持論を口に。そして、こないだ2の尾崎、匠も今の自分よりもう一歩できる自分になりきるっていうのを話してて、その通りだなと思った。だから自分はこれもできないしって思うんじゃなくて、そういう時こそ自分は大丈夫っていうラフさで言ったら案外緊張ほぐれるなって思う。ポジティブにラフに言ってみてほしい、と優しい口調で語りかけた。高塚博夢、オーディションの期間にしていた願掛けを告白さらに、願掛けの勧めも、俺もオーディションの一番最後の順位発表の期間に無償に筋トレをしてた。その短い期間で筋トレをして何かが変わるわけではないっていう気持ちはしてたんだけど、願掛けっていう意味で毎日部屋に戻って腹筋と腕立て伏せ。それをやると当日になった時全部やったから大丈夫っていう気になった。そ自身がオーディション当時していた意外な願掛けを明かし、エールを送った。